それぐらいの感覚でやってた方が、まあ、自分をも救えるし、はい、なんか選手に対しても少しこう寛容になれるっていうか、うん、なんでわかんねえんだよって、はい、もう何度もやってきちゃったけどさ、そういう自分じゃなくなるっていうか、それはあるのかもしれないね、うん、いや、これはそうだと思うよ。言われるもん、俺もう結婚したようなやつにさ、はい、いや、神さんってあの言葉今思って一番響くわとかさ、もうやっと分かったよなってよく言われる。で、やっぱり小峰先生なんかもこの間 Facebook の中でちょっと扱われてたけど、俺の言った言葉なんか50になって分かってくれればいいんだぐらいのね、それぐらいやっぱりなんかこう太っ腹っていうか、はい、それぐらいで構えないと、まあ、やってらんないっていうか、うん、部分もあるのかもしれないね。改善したいけど、ね、僕も考えてるんだ。ただそれをいろんなことが起こってるし、専門的な練習っていうのが、その練習が始まる前に今日はこういう練習するよっていうのをバーって言う。そこはなんか分かりやすい。じゃなくてもその場で選手と同じ感じで、最初やってみてたら選手もミスするし、僕もミスしますし、やっぱり各年代理解できる言葉だったりが違うと思うので、その年代年代に合った言葉っていうのを選んで接するようにしてます。で、やっぱりこう大学生の僕らが分かるような言葉で伝えても、高校生からしたら何言ってんねんお前みたいな感じにもなりますし、そういうところで相手のことをやっぱり知って、でそこでこうコミュニケーション関係性を作っていくっていうのがやっぱり大事なのかなっていうのが、まあ、僕たちの中ではできた。本当に言葉は平易ですけど、学ぼうとする意欲に溢れてて、やっぱそういう人にしか多分未来は多分ない、未来の扉を開くことはできないと思うんで、ぜひ今のそういった謙虚な姿勢、ぜひ人に対するそういう人当たりのそういう姿勢とかっていうのをね、皆さんぜひ大切にしていただいて、一歩一歩ね前に進んでいってほしいな。教えられ育てられるっていう側面もあるっていうふうに僕は漢字とか言葉から感じ取れて、だからやっぱり一方向性ではなく双方向性で僕は教育者でありたいっていうふうに常に願ってるし、僕の座右の銘は共に学び共に歩むっていう言葉です。何しろね、このつながり大事にして、まあ、仮に私でいいんですけど、もう神からをどんどん活用していただいて、何かの時には連絡くださればありがたいなと思ってます。なんか練習試合しようとか、関東遠征行くんでどっかチーム紹介してくれたの、こういう選手に武者修行させたいんだけどどっかいいところはねえかとか、だからそういうのも何でもいいんで、また連絡くださいと思ってます。はい、これを形にするという、うん、それは本当に僕だけじゃなくて、一緒に参加していただいて、皆さんのおかげでもあるし、特に保育園の練習とかもどんどんやっていくのがいいんだとか、本当に先に言っていただいたように、これからのつながり、もう本当にグループワークしたのも問題バラバラにしたのもそういうことがありますし、もう別に飲みに行こうとかってそんなんでもないんですけど、サッカーでそういうね、なんか講習会であったりとかした時はこう何か場を盛り上げる役を買って出るとか、それなんか練習試合の時はお互いの選手をこう紹介し合うとか、そういうふうなつながりでも何でもいいんで、これからもっと日本サッカーがもっと良くなるようにみんな頑張っていかせていただきます。僕から以上です。どうもありがとうございます。どうもありがとうございました。